皆さんこんばんは。ランプを持っていこうを聞いていただきありがとうございます。パーソナリティのまどかです。初めの月ということで BGM をお正月風のですね、尺八とか流れるようなそういうものにしてみようかなと思ったんですが、思いがけず、なんていうんですかね、ちょっと面白い感じの仕上がりになってしまったので、結果的にいつもの BGM で、いつも通りやらせていただいております。お正月と言いますと三が日、松の内までと、地域によってもいろいろあるようですが、1月中はお正月という話もあるようですので、遅ればせながら私も新年のご挨拶をさせていただきたいと思います。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組は先人の生きる知恵をヒントに幸せの燃料を補充してもらう、皆さんにとってパワーチャージな番組になれたらいいなと思っております。世界中の先人たちが残した生きるための哲学を癒しの BGM とともにゆるく紹介させていただこうと思っていますので、ぜひ耳を傾けてもらえたら嬉しいです。それでは今日は20世紀最大の理論物理学者と言われるアルベルト・アインシュタインのお話をさせていただこうと思います。アインシュタインは1879年にドイツのウルムというところで生まれました。幼少期は言葉を発することがあまりなかったようで、両親も言語障害などを心配していたそうです。また5歳の時に父親からもらった方位磁石がきっかけで、そこから自然界の仕組みに興味を持つようになったそうです。ミュンヘンの公立学校に通いましたが、物理と数学以外にはほとんど興味がなく、学校自体にもあまり馴染むことができず、その後スイスの大学へ入学した後も教師には反抗的で、授業を休んだりすることがよくあったようです。スイスの連邦工科大学を卒業後、就職したアインシュタインは大学で出会った女性ミレーバと結婚します。新しい生活を送りながらも研究を続け、奇跡の年と言われる1905年に次々と論文を発表しています。この中の特殊相対性理論と後に発表される一般相対性理論は、アインシュタインの提唱した他の理論の中でも特に有名な理論となりました。この相対性理論は時間と空間の考え方に革命をもたらした世紀の大理論と言われており、今も人類がその膨大な宇宙というものを解明しようとするとき、もはや避けては通れない重要な理論になっています。空想上のタイムマシーンについてもこの相対性理論を使って構想することができるようです。また GPS など現代の高度な技術に関しても相対性理論が土台になっており、人類社会への貢献はとてつもないことがわかります。そして別の機会にはなりますが、後にノーベル物理学賞も受賞しています。そんなアインシュタインが残した言葉は、科学と哲学が深いところでつながっているような不思議な印象があり、まさに天才的な視点から生み出された言葉が新しい世界の可能性を教えてくれます。さて、それではまず2つ言葉をご紹介します。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言う。自分自身の目で見、自分自身の心で感じる人は
とても少ない。いや、本当にそうだなと思いましたね。こうするべきとか、何が正しい、間違ってるのかって、やっぱり自分が生まれ育った環境とか、周りの人にだいぶ影響されると思いますし、純粋な子供の時ならなおさらですからね。気づいたら自分の答えというよりは、正解になる答えを出していた可能性っていうのはあるかもしれないですね。ただ一般常識を持つことや集合的な意識とか協調性っていうのは、全体が心地よく過ごせるための大まかな基準にもなりますし、あとはコミュニケーションの視点では大事なアイテムですからね。ましてや一般的な意識っていうのは、それが土台になっているおかげで新しいこととかユニークな想像をしていけるわけですからね。そうなると自分の常識は実は偏見の塊かもしれないし、当たり前に正しいと感じていることも実は一般常識の単純な受け売りなのかもしれないということを分かっておくっていうことですかね。そうすることで、たとえ正義の名のもとであっても、周りに協調できない人や反対勢力なんかを執拗に攻撃してしまうこととか、あと今は SNS なんかで一方的に攻撃をして傷つけてしまうような、そういうことが少し減るのかなと思いました。あとですね、考えてみると当たり前なんですが、なるほどと感じた言葉がありまして、いかなる問題もそれが発生したのと同じ次元で解決することができない。同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと、それを狂気という。ということなんですが、この二つの言葉は同じ言葉がニュアンスを変えて訳されたものなんですかね。もしくは別の場面での発言なのかもしれないんですが、だいたい同じことを言ってますよね。例えば何か長年の悩みだったり問題を抱えているのに、ずっと同じ視点の対策をひたすら取り続けていて、それでいて解決を期待するというのは、アインシュタインに言わせてみればむしろ狂気ということだそうです。なんかこういうことってありそうじゃないですかね。なんか振り返ってみてもちょっと思いつかないですけど、はい。そしてアインシュタインには奥さんと子供もいたそうなんですが、決していい夫、いい父親とは言えなかったという話が残っておりましてですね、研究に没頭していたということもあるかもしれないんですが、ちょっと調べてみると、子供に関する子供の教育について話すものが割とあったように感じたので、ここでいくつかまとめてみました。それからアインシュタインの物事への考え方についても合わせてここで触れています。これから子育てが始まる、もしくは真っ最中のお母さんお父さん、おじいちゃんおばあちゃんや、学校の先生とかですね、その他子供たちと関わる機会が多い方たちなんかに聞いていただくと、この天才物理学者の考え方が何か参考になることがあるかもしれません。ちょっとお伝えしますね。教えるということは、こちらが差し出したものが辛い義務ではなく、貴重な贈り物だと感じられるようなことであるべきだ。専門的な知識を習得することではなく、自分の頭で考えたり判断する一般的な能力を発達させることが、いつでも第一に優先されるべきです。学校で学んだことを一切忘れてしまった時になお残っているもの、それこそ教育だ。正規の教育を受けて好奇心を失わない子供がいたら、それは奇跡だ。独創的な表現と知識の喜びを喚起させるのが教師の最高の術である。想像力は知識よりも重要だ。知識には限界があるが、想像力は世界を覆う。重要なのは
疑問を持ち続けること。知的好奇心はそれ自体に存在意義があるものだ。成功する人間になろうとせず、むしろ価値ある人間になろうとしなさい。私の成功の秘訣が一つだけあるとすれば、ずっと子供の心のままでいたことです。それから最後に、アインシュタインが魅力的な人物であるゆえんというかですね、その理由が伺えるような言葉をご紹介して終わりにしたいと思います。人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる。理詰めで物事を考えることによって新しい発見をしたことは私には一度もない。シンプルで控えめな生き方が誰にとっても体にも心にも最善であると信じています。感動することをやめた人は生きていないのと同じです。思考とはそれ自体が目的である。音楽と同じように、人生における成功を A、 仕事を X、 遊びを Y、 そして口を閉じることを Z とすると、 A イコール X プラス Y プラス Z が成立する。唯一の救いはユーモアのセンスだけです。これは呼吸を続ける限りなくさないようにしよう。ゲームのルールを知ることが大事だ。そしてルールを学んだ後は誰よりも上手にプレイするだけだ。さあ、もうエンディングの時間ですが、おまけで一つ。アインシュタインといえば、皆さんあの舌を出した写真ありますよね。天才的な学者のお茶目な顔は最高にインパクトがあります。あれは写真が苦手なアインシュタインが72歳の誕生日パーティーの帰りに、新聞記者から笑ってくださいと言われてカメラを向けられて、とっさにした顔を写真に収めたものだそうです。当時この表情は報道陣に対しての抵抗だと反対意見もある中で新聞に掲載されたそうなんですが、結果その年のニューヨーク新聞写真家賞のグランプリを受賞したそうです。ちなみにアインシュタイン本人もこの写真を気に入って、新聞社に焼き増しをお願いしたと言われています。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。いくつかの言葉が一つでもあなたの心で静かに燃え続けるランプの燃料になりますように。そして2022年、皆さんにとって素敵な一年になりますように。なお、この番組はアイアムヒカルさん、エコライファーさんの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。それでは Have a great day tomorrow. バイバイ。